おはようございます。すすきの YouTuber、たまさです。本日は、Twitter で話題の簡単レシピ料理を作ってみたいと思います。本日はこちら。じゃん。辛いラー油と、きゅうりを使って簡単美味しい料理を作りたいと思います。よし、じゃあまずはきゅうり切っていきます。さあ、ということでね、作ったんで食べてみましょう。試食タイム。じゃあ試食してみたいと思います。ね、こちら。きゅうりとね、食べるラー油だけ。あとね、塩ちょっと。絶対お酒のあてにいいですね。いただきます。ああ、おいしい。これ、あれですね。あの、ラー油とフライドガーリックとキュウリの感じがね、すごいいいです。あの、白ご飯欲しくなりますね。白飯。白飯が欲しくなります。白飯とね、こう、お酒でこれつまんだらすごい最高に美味しいと思います。いただきます。うん。めっちゃうまい。うん。これはまずね、飲むでしょう。というわけで、お酒と一緒に、ケビ。ああ、お酒に合う。ぜひ、お酒のお供に。美味しい。